今回の動画めちゃくちゃおすすめです。太い足が気になってスクワット頑張るけど前のももが太くなる。ふくらはぎ細くしたくて歩いてみるけど逆に太くなる。足パカやったりするけど下半身が細くならん。そういった方におすすめな矢じろステップを紹介していきます。今回のメニューを身につけるだけで歩けば歩くほど足が細くなる。ふくらはぎが細くなって体幹が鍛えられてお腹のへこんだ姿勢、反り腰、猫背改善されます。しっかり内容を理解してもらってエクササイズを行っていきましょう。足を細くしたい人はメジャーを使ってふくらはぎと太もも測っていきましょう。足が細くなりにくい人の多くは歩く際にかかと着地になってます。プラスアルファ歩幅が大きいです。歩く際にかかとにかかる力、体重の3倍と言われてます。50キロの人でも150キロがかかってます。かかとから着地してしまうことによって前のももに負担がかかる。膝が後ろに下がって半長膝になります。なおかつ歩幅が大きい場合に地面をしっかり蹴るためにふくらはぎの筋肉が発達します。その結果もももふくらはぎも太くなってしまいます。今回行う矢印ステップは体幹を安定させたままそれぞれに合った歩幅が体に身について、かかと着地ではなく足全体で着地することができてきますため、日常的なももやふくらはぎの負担がなくなって足がどんどん細くできます。それではスマホを持って一緒にやりましょう。気をつけした状態から片足上げます。反対の足は少しだけ曲げましょう。この状態で上半身がぶれない、足の幅こういう感じで足の裏全体が床につく感じで上半身のバランス取りながら動かします。マイペースでいいです。軸足少し曲げてイメージよりも少し小股です。上半身がぶれないように、この足の幅が足が太くなりにくい幅です。足の全体で床をつけます。痩せる歩き方身につけていきましょう。少しずつ体に身につきますのでバージョンアップしていきますから、必ず最後まで頑張ってみてください。全部立ってできます。上半身が取れない、前からにならない、まっすぐの歩幅です。反対も一緒です。大きく出さないように片足少し曲げて、実際に歩くイメージを体に身につけます。上半身が前後ろぶれないような幅です。ペタッと足をつけて後ろもペタッと足をつけて、これが正しい歩幅です。これがあまり後ろになると後ろ体重でさらに地面を蹴るので前体重になります。負荷がかかりすぎてしまいますから、これぐらいの歩幅です。これで体幹もしっかりつきますから歩けば歩くほど痩せます。今度は前足は一緒、後ろはつま先立ちです。同じ足の幅です。今度はより歩く態度に元気がつきます。後ろはつま先、前はベタッとつけます。歩幅はさっきと一緒です。上半身がね、常にまっすぐにいるように足の幅をセットしてください。広すぎるとね、必ず状態がね、変わりますから、必ずまっすぐ頑張ってください。ももの裏もね、しっかり鍛えられるんで、さらにね、足も太くなりやすくなります。
ください。反対も一緒です。いきましょう。つい歩幅がね広くなっていきやすいんで、体がまっすぐ保てれるように歩幅をね何度も調整してください。体にしっかり身につけてください。有酸素運動としてもねこの運動はいいので、何かエクササイズの動画を見た後とかにこれをやってください。歩き方を身につけたいよっていう人はこれを毎日1回やってください。バランス感覚もね身につきますから。バランス感覚もね身につきますから。次は気をつけした状態で水平まで足を上げる。足をつく。次は後ろに伸ばす。足をつく。腰から腕がね、ぶれないように。必ずまっすぐ保ちながら、行ってください。これで歩く際の体幹部が鍛えられます。男性も女性も足が気になる人、お腹が気になる人、姿勢が気になる人はこの動画をやってください。上半身が、ま、ずっと同じ位置にいるように、腰から上がね、ぶれないように体幹を鍛えてください。反対も一緒です。いきましょう。片足立ちになるんで、1分歩くよりね50分ぐらい歩く効果があると言われてますんで、そこに加えて正しい歩き方が体に身につきます。なおかつ足を細くする歩き方が身につきます。お腹のへこんだ姿勢も身につくんで、必ずね体を変えたいっていう人は毎日やってください。私と同じぐらいね体幹部が安定してくると足もお腹もねどんどん変わっていきますから。次は足のラインを変えていきましょう。ほとんどの方が股関節が内旋、O 脚 X 脚になってます。そうなると歩くときはこういう歩き方になってしまうので、ちゃんとまっすぐ足が動くように矯正します。つま先を開きましょう。かかとをつけます。かかとが離れないようにかかとを少し上げます。お腹を少し前に突き出して体をまっすぐにします。たまにかかとを下ろします。いきましょう。かかとが離れないようにお尻が出ないように、股関節をしっかり開くイメージで、かかとが離れないようにかかとを上げる。落とす。ちょっと股関節を前に出したというイメージです。どちらかというと足の指は小指が少し浮いてるぐらいの足の体重です。親指、人差し指、薬指ぐらいに重心が乗ってます。体を上に引っ張りながら、足のラインもこれで矯正ができます。要するに足痩せしたい人はこの動画を何度もやってください。OK! とっても大事な運動メニューです。お腹から下が気になる人は毎日やってください。やってみた人はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。
so long. I've been thinking that